もうちょっとしたドッキリじゃないですかこれ。なんすか。エゴじゃないっすよ。まずうーん自分大好きって思ってるかもしれないですけど、でも思われてるんだよな。そんな好きじゃないんですよ。あのどこまで行ってもなんかいろんなことをやってるが故になんか全部が中途半端だろうと思っているし。 あの何か一つ例えば、えー、と自分でクリエイティブする中でも作曲一つだけに集中してやったらもっとその作曲家としての一面をこう掘り下げられるんじゃないかって思うんですけどいろんなことをやりたいんでが故に全部がが薄っぺらな気がしてるんですよだからこそ途中からでもそれ悩んでたのが途中から全部にこう。 なんだろう薄っぺらだから自分が自信がないんでどこまで行ってもなんかこう探求心というかあのもっと成長しようって思えるからだからだがこれでいいみたいな,なんかそういう部分はあるんですけど別にそんなに自分が好きってわけでもないんですけどね。うん、愛はねだからエゴじゃないですよ。 あの、愛がないと。何もできないって言ってるじゃないですか。ね。間違ってます。インタビューの取る相手が間違、インタビューする相手間違ってます。うん。どうでしょうね。多少はもしかしたら必要なのかもしれないですけど。まあ。 エゴな要素が含まれてるとしたらそれは本当の愛かどうかも何とも言えない難しいところなので必要じゃないんじゃないですか分かんないけどなんで俺にそんな愛を問うんだろうなこの番組は、うん、ちょっと全部「愛を萌え」っていう感じに変換してくださいよまあいいかはいうんそうだなあ 愛を感じているもの猫ですかねうちのトラあいつはね僕だけを見てますからね愛感じますもう愛尽くしだこれ愛されたいと思いますよあのー 物作りしているのもそれこそおもちゃでほらこんなおもちゃ俺持ってんだぜっていうその,そのなんて言うんだろうなスネ夫症候群的なその気持ちも含めて、えー、全部愛されたいいからやってるんだと思いますやっと愛から離れてくれた。 そうですね。<laughs> この先ねまあ,あの一つはやっぱり今、えー、作らせてもらっている「えー、科学アドベンチャー」「本当にこんなことが起こるの?」調べてみると起こり得るんだっていう、えー、とこのなんだろうな知的好奇心をくすぐるような作品を、えー 世に送り出ししていいきたいしあとは「アドベンチャーゲーム」っていうそのテキスト主体のゲームを主に作らせてもらってるんですけどそのアドベンチャーゲームをの未来進化型その進化型ってどんなものなのかっていうのを今も考えているので、えー、それを考えてるだけじゃなくてちゃんと着地させて発売していきたいなとは思ってます。 そうっす、ね、まあ,あの自分で書いていて、まあ、例えばあの「シュタインズゲートの岡部倫太郎」とかあの自分で投影しているつもりはないですけどあのその「シュタインズゲートの前のカオスヘッド」っていう作品の西条匠くんっていうキャラクターもどこかやっぱり、うん、自分の一部 ほんのうんなんだろうなほんの少しでも持っている要素がなんかこう自然と出てきてしまうっていうのはあるのであえて投影はしてないけど自然とそうなっているのかなっていう気はしますね。えっとゲームとはうんまあその。 えっと、僕がすごく真面目なプログラマーで就職しとあるスイッチを僕が押しはしなかったけどもあれを押さなかったことで人生が変わって、えー、小学生の時からあのゲームが好きでで、えー、そのゲームで今こうやって仕事をさせてもらっているうーん なんだろうな本当に人生ずっともう昔のそのなんだこういうバーでこうテニスみたいなゲームがあった今考えればあれのどこがテニスなんだろうと思うんですけどなんかその時代から本当にゲームに触れてなかった瞬間がないのでなんかそうやって考えるとすごく個人的に感慨深いものもあるしうーん。 なまあ、だからこそそのゲームに何かを返したいしまあそういう意味で例えば高橋名人っていう人が人と一緒にできることがないかビデオゲーム業界に何かこう貢献できることはないかみたいなことを本気で思ってるんですよね。だから 愛なんですよつまり「愛」です人生であり「愛」であるあんまりいいこと言ってねえなこれまあいいかあのねコメントをくれた皆さんはまだ僕のことをあんまり分かってくれてないんですよねでねあの ものすごいいい付き合いが悪いんですよ僕あの一部の人一部のユーザーさんはあのいろんな番組とかを通じて例えばラジオとかでもそういうのがもう表に出ちゃってるんでバレてるんですけど付き合いいが悪いんですよとにかくあの。番組を2年ぐらい一緒にやっててもご飯すら一緒に食べに行ったことがないぐらいあのそういう男なのですごくつまんない男なんですね。で なのでそれもあってまだコメントをいただいた皆さんもそうだなあの中でまともに本当にご飯行った人ってつんくさんとはご飯時々行ったりしますけどそれもほぼ打ち合わせなんですよだからなんだろうな僕をもっと知って番組ちょっと短いな もっとこれ、すごい長い番組にしてもらって僕のことをもっと知ってもらえればうんなんかこうみんなの見る目も変わるかもしれないちょっとね今日のこれ編集次第だなほんと編集次第で俺どうにでもなっちゃうんでこれ怖いお願いします志倉、えー、さんはいありがとうございましたはい。 最後まで自己愛にあふれた <laughs> 自己愛じゃねっつうの <laughs>、えー、これで、えー、と収録以上になりますが、はい、何か最後に、えー、番組に対してコメントなどあればお願いしますそうですね「呼ぶ人間違ってません?」っていうぐらいかなっていうかそんな掘り下げないでいいのに愛なんてもう。 はいはい英語だ英語。